たっぷりこの刻みネギ入れていただきます。はい、こんにちは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日はお待ちかねフグ鍋を作りたいと思います。イエイ。ということで行ってみよう。はじめ。はい、今日はフグ鍋を作っていきます。白ネギに人参、椎茸、大きい白菜があったんで、まあ、全部使わないですけどね。白菜とトラフグのあら中骨です。あとはご飯と卵で雑炊にして食べましょう。アラをね、入れます。先にアラを入れる。先にアラ入れますよ。はい。あちょっとハプニング、ハプニング、ハプニングね。これね、これ口、これ口、これ口ね、これ、これ、これ口。ほら、ほんとだ、危ない。これカマね。いや、分かりにくいな、これ。これカマね。顎のところ。で、これお刺身で残った食べれるんですけど、ちょっと 色が悪いんで弾いたところですね。はい。はい、アラ投入完了。野菜、火が取りにくいものなんですか。人参から入れていきます。はい、人参白っぽいとこ、ネギ、はい、いきます。はい、あとはもう一回沸騰するまで待ってください。はい、じゃあ今日はフグ鍋とフグ刺し用意しました。イエーイ。
はい、食べてください。まずフグ刺しからいきましょうか。はい、食べ方なんですけど、フグ刺しです。はい、フグ刺しね。はい、フグ刺し。そして、ネギをね、ポン酢にたっぷりこの刻みネギ入れてください。たっぷりね。取りにくいんですけど。それは知らないです。はい、そして、お刺身 の、はい、あのネギあるでしょ、はい。長めに切ったネギを1枚取って。そうそうそう、1枚取ってそこにネギを1個置いて巻いて。丸める。丸める。そうそう。はい、そういうことです。はい、それでポン酢作って食べてください。食べてください。食べてください。うめぇ。お、めっちゃ美味しい、本当に。お、やった。ヤソウカネギも美味しい。ヤソウカネギですよ。ヤソウカネギ最高です。はい、ありがとうございます。刺身も2個いっちゃう。はい、刺身も2個いきます。はい、巻いてください。で、そのままポン酢につけて、で、食べる。おいしい。刺身食べてもらったんで、次鍋食べましょう。鍋取ってください。はい、どうぞ。フグ食べてください。フグ食べる。それがね、カマだね。カマ両方カマです。はい、カマちゃん食べてください。はい、いただきます。うん、プリプリ。お、すごい美味しい。美味しいですか。カマは結構歯応えがあるんで、あのお鍋とかね、唐揚げにしたらもっと美味しいですよ。絶対唐揚げ美味しい。あ、そう、絶対ね、唐揚げ美味しいやつなんですよ、これ。ご飯入れて。冷やご飯とかもしますよ。うん。食べた方がいいかも。よく吸うから。お玉とかね、これ。おお、いい感じ。美味しそう。美味しそうだね。最後にネギ。ネギたっぷり。すごい。はい、フグ雑炊の完成。はい、フグ雑炊食べてみてください。トロじゃん。トロトロでしょ。ちょっとポン酢かけてください。
どうぞ。食べてください。バイバーイ。